こんにちは、ゼゼマルです。今日は楽しみにしていた漆喰を塗りたいと思います。一度はやってみたかったんです。プロの方が塗っているのを見るとかっこいいですよね。素人とはいえ、私も職人の端くれ、かっこ悪い仕事はできません。今日は天井に漆喰塗っていきます。こちらです。すぐ塗れる塗り漆喰、ツイッターで左官屋さんにおすすめされたものです。20キロで4000円くらい、練ってあるのに4000円はなかなか優しいお値段だと思いました。いきます。角に塗りたいのになかなかうまくいかず、初めからつまずきました。 YouTube で塗り方を見ていたけど全然うまく塗れません。今日のおやつは神代湖ソフトクリームバームクーヘンです。ゼゼマルトピックのお時間です。ご報告がございます。私ゼゼマル、ウッドショックで仕事がなくなります。古民家リフォームもストップ、新築の仕事はかなり待つ上、その先見えない状態です。この動画でウッドショックについてたくさんのコメントをいただきました。木材が入らず現場がストップしたり、深刻な状況の方がいらっしゃるようです。この状況はすぐに終わるとは思うのですが、どうなのでしょうか。私、仕事がない今、どう乗り越えればいいのか不安です。大工さんの手伝いでもしたいのですが、誰も呼んでくれないかもしれないので、一時的に大工以外の仕事を始めたいと思います。大工も古民家に住む夢も、YouTube も積んでしまいました。リフォームでお金もなくなりどん底です。初めて自分で宝くじを買いました。結果は動画の最後にお知らせします。漆喰の途中経過です。上を向くのってすごく大変ですね。大変です。疲れました。一度塗り目で半乾き状態ですが、なかなか綺麗に塗れません。次は大和漆喰というものを自分で練って使ってみたいと思います。想像以上に大変でした。塗り心地は水の配合が甘かったのかちょっと固めですが、綺麗にできました。これから先不安ですが、まあ悩んでも仕方がないので、たこ焼き大好きなのでたこ焼き屋さんでバイトします。空いた時間でものづくりをして販売をしたいと思います。今回作ったのはこの表札です。あと流木も探しに行きました。メルカリで販売しているので見ていただけると嬉しいです。概要欄にありますのでよろしくお願いします。作業風景もあるので、ぜひ最後まで見てください。手の種類が分からず、左官屋さんに教えてもらいながらやりました。私はやると決めたことに没頭しました。誰も買ってくれない不安や雑念を置き去りにするほどの集中で木を掘り続けました。一心不乱に。そして2つの答えが出ました。これは楽しいと思いました。完成を見て下手だなぁとは思いましたが、真剣に作ったので愛着が湧きました。この下手さも味ですね。ゼゼマルの魂のこもった作品ができました。もう一つの答えは、これは我に合わんと思いました。一つ作るのに3時間以上かかり、高く売っても買ってもらえません。下手ですが手間だけはかかっているので買ってください。あと家にあるものも出品してます。お宝があるかもです。
メルカリ概要欄にありますのでよろしくお願いします。あと新作の洋服ができました。お札スマホケースかっこいいです。私も持ってます。これもストアから覗いてみてください。大ピンチゼゼマル YouTube は続けたいと思いますので次回お楽しみに。なんだか小手で漆喰を塗れました。漆喰は素人がやるものではありません。ガイアさんは本当に尊敬します。ワンピース宝くじです。これにかけます。やりました。なんと200円が当たりました。イエイ。これでおやつを買います。